はいみなさんこんばんは安しためあです、えー、松本ひとしさんが、えー、週刊文集をまってそした5億5000万円という金額で提訴したことでですね、えー、一挙に注目が高まっているところにですねさらに吉本工業が、えー、意外な方向転換を示したことで、えー、さらに注目が高まっています一体何をしているでしょうかあのどんどん どんどんガソリンをこう注ぎ込んでいる感じで、炎上狙いなんだろうか、みたいな感じがいたしますが、えー、この吉本興業の方向転換をですね、各種メディアが一斉に報じてるんですよね。これ朝日新聞ですけど、あの天下の朝日新聞がですね、吉本、吉本あの松本さん人志さん報道で、吉本興業、こ事実は一切ない、じる矢印、えー か確認進める、確保閉じるっていう見出しをつけていてですね、まあ、事実上、あの情報はこの見出しに全て集中しちゃってるんですが、まあ、結構おかしいですよね。こんなあの、えー、矢印とか見出しにあんまりつけないんで、もうなんていうかあの、朝日新聞もですね、こう受け狙いに来てるのかなっていう感じで、報道のモードが変わってまいりましたですね。 でこっちは天下の NHK ニュースですよ、えー、松本久さん週刊誌報道吉本興業事実確認を進めているということで、えー、NHK のテレビに吉本興業のホームページが映ってますがまあ一斉にですね、えー、方向転換に関するニュースが乱れ飛んでおります。で,なんでそんなことが起きたのかっていうのは、まあ、非常に注目すべきポイントだと思いますけども。 えーまあ、この点がね、内部で何があったのかっていうのは、まだ情報が出ておりませんが、ちょっと重要だなと思う記事がいくつかありましたので、ご紹介しようと思います。これね、あの日刊スポーツの、えー、記事なんですけども、吉本興業の顧問弁護士が松本人志を弁護しない理由、将来、松本さんに対して損害賠償もっていうふうに、野村周也弁護士かな、が言っているという記事です。で、これ、まあ、これどういう記事かというとですね。 あの、まあ、吉本興業最初は、えー、吉本興業が訴訟するみたいな形で、えー、お知らせをしてたわけですよね。で実際に過去にですね島田伸介さんがその暴力団関係者と不動産取引の現場にいたみたいな記事があれはどこだったかな <laughs>、まあ、週刊誌に出たのを訴えたりとかですね。でこれはあの 「え週刊文春」の方は勝って松本さんで「松本さん茶」はあの島田さんのは負けたんですけどもえそれとかあるいは今田耕司さんがえ未成年と「うん」みたいな記事に対してですね訴えた件もこれはあの和解になったんですけども「週刊文春」じゃなかった「週刊現代」ちょっと忘れましたえとどれだったかなまあ週刊誌をえ吉本興業がタレントと一緒に訴えてるんですね。 ところがですね今回は松本さんが単独で訴える形になっている、まあ、この段階で最初はやるぞっていう感じだったのに、まあ、松本が勝手にやりますんでみたいな感じでですねあれみたいな感じだったわけですよでただですね、まあ、ちょっと記事を実際に見てみると、まあ、判決簿とかのそ,のその訴訟ね、えー、週刊文書じゃない、えー、とそ,のその週刊誌を吉本興業が訴えているケースはですね あのー、吉本興業にも悪口を書いていると例えばですねその島田伸介さんのケースだったら、えー、そういう暴力団関係者との、ね、密接な関係を知りながら、えー、契約を続けているのはおかしいだろうっていう記事があってその点に対して、えー、名誉起訴を認めてるんですね。でなぜかっていうのが、えーっとまあ、多分そ,のそれが事実に反してるっていうことは言,った言えたんでしょうけど。 で今田さんの件でもですねあのー、管理不由来届きだみたいなことでその吉本興業が師団されている。で今回の記事見るとあのー、島田さん吉さんじゃない松本さんは、まあ、念入りに報道されてますが、えー、吉本興業に関してはですねいろいろこう問い合わせをしたりとかですね、あのー もう吉本の芸人さんもが、なんかいろいろやってませんかみたいなことは書いてあるんですけども、吉本興業が悪いだろうっていうことは一応書いてないっていう気もするんですよね。だから、まあ、それえっと、いろいろ突っ込めば突っ込めるんだと思うんですけども、あらわには書かれてないかもしれないので、だから、えっ、ー、と、一緒にやりに行く方っていう面があるかもしれません。ただですね、あの、出差し派の勢いだったんで、やる気だったんでしょうね、最初は。 それが、えっと、急に細ったっていうのはやっぱ何か方向転換がね、えー、あったんじゃないかなという気がするわけです。でこの点に関してこの中央大学大学院教授の野村さんという方がですね、えー、説明しておられてこれは、えー、っと情報ライブミヤネ屋で、えー、コメンテーターとして出演しておっしゃったらしいんですけどもまあ実際ですね えーっとその、まあ、これはその宮根さんで M 司会の方がねあの吉本興業さんの顧問弁護士の方がやると吉本さんと、えー、利益相反になるんでしょうかと問われて、えー、吉本興業に松本さんが、ね、あの所属してるんだから吉本興業の顧問弁護士が、えー、松本さんを松本さんがもし真実でこういうことがあって。 吉本興業に迷惑をかけたっていう部分がもしあるとですね吉本興業は将来、えー、松本さんに対して損害賠償を起こす可能性があるでそうなると同じ弁護士が、えー、原告と被告と両方を弁護することになってしまってその可能性がある以上ですね受注できないっていうのは基本ルールだそうですだからえっ、ー、とつまり今田さんとか、えー、島田さんのケースは そういうことはないって判断したってことなんですかね。ちょっと不思議な気もしますけど。そうしはあった。特に柴田さんの場合は、柴田晋介さんの場合は、えっと、ボルクダン軍、うん、んっていうのは、まあ事実だと、実際まあそれで引退しちゃったわけなので、なんちょっとなんかちょっと、それだと、どういうことなのかなって気もしなくもないです。で、 えとそれで,で、そのこれはあの弁護士 .com ニュースという大変大りになる司法関係のことについてはこれ、とりあえずこれ見,と見,る,見ると、いろいろわかるので、私もよく見ておりますが、えー、松本人志さん VS 文春裁判どうなる、実際に合億5000万円の賠償金が認められる可能性はという記事が出ていて、えー、この裁判のです、ね、性質がよくわかることが書かれています。名誉毀損のです、ね、裁判に詳しい中澤雄一弁護士という方が解説してくださっています。 でまああのー、なんでこんな金額になったんですかっていう、まあ、質問に対してですね、えー、精神的苦痛を金銭評価した慰謝料が認めることが多いと。だけど、日本の裁判所はですね、あんまり、あ大して苦しくないだろうつって、<laughs> ほんとスカみたいな金額しか認めないっていうのは、まあ、一般的なんですよね。で、一般人が被害者の場合、50万円。そんなんで で有名人や特別な理由があるケースで数百万円、えー。社内100万円を超えると高額な事例という印象になると。なので、あのー、これだけで5億ってことはまあないんだけど、予定していた仕事や、ね、取引がキャンセルになって営業損失になった場合とかはですね、それ以外のものが認められる可能性があると。えー、ただですね、その、 5億5,000万円っていうのはまあこの分なんだろうとこういう営業損失なんだろうということなんですけども、えー、具体的なね、うん、名誉毀損表現と具体的な営業損失なんだろうんですね相当な因果関係っていうのが必要なんだとその相当な因果関係を示さないといけないわけですよね。でそれだと他にも原因があったんじゃないですかとかいうことになるからあのー。 ちょっと難しいかもなということなんですが、えっ、ー、と例えばですね、記者会見のる発言は名誉毀損と認め,る認められた裁判例があって、それこではですね、売り上げの下落がですね、あの本件広報活動おび本件記者会に基づく報道の影響のものだろうとは言い切れない、むしろ本件広報活動が行われるまでの間になされてメディアの報道影響を受けた可能性があると言えるということで、えー、その 記者会見がね名誉毀損で損害賠償を無効性っていうやつは認められなかったんだということになるんですけども今回はね、えー、何にもなかったところに晴天の霹歴のように文春報がドーンときたわけですから、まあ、そこがちょっとね、えー、あり得る因果関係をあり得るということになだそうです。で5億まで積み上がるかどうかわかんないんだけども すで、えー、に決まってた仕事はキャンセルになった分との因果関係の立証に成功するからもそれなりにあるんじゃないかと思われますと書いてあります。ただですね、えー、自分で休んだっていう面があるので、そこ,こはあるから、えーと、どうなんでしょうね、そのちゃんと積み上げないといけないっていうのと、それからですね、もう一個、あのこれ書いてないことなんですけど、うんと、その、 この契約がこの契約とこれとこれとこれがこうでっていう積み上げができて5億になればいいんですけどざっくりと大きな損を休,休むことになったからとか言うんだったら年間いくら稼いでたんですかっていうのを出さないといけなくなっちゃうからそれはそれでデメリットですよね <laughs> なので、えっと、そ,このそこの問題あるかなと思いますそれは言われてないですねここではねで次にですねえー、そのどういう展開になるんでしょうということなんですけど 芸能人の場合はですねそのまあその評判っていうのがすごい大事だから考慮される可能性もあるんだけども名誉毀損訴訟として考えるとまあこういう種のこの種の加害はですね評価を含んだ概念であると、えー、そういう加害があったか否かっていうことを訴訟の主,主眼に置くのはですね、えー、原告として特策ではないとどういうことかっていうと原告はそんなつもりなかった っていいうことだけどもいやそう,でそういうううに見えますよそういうことに評価されるべきですよっていうふうなことがありえるので、うん、ちょっと弱いかなっていうことだそうです。だから、えっと、こ具体的な行為とかね具体的な出来事が記載された部分を責めるこれが虚偽だみたいな形でねそれが真実かどうかっていうのが争点にしていくんじゃないかっていうことだそうです。 でもちろんですね記載内容の真実性は出版社側が、えー、立証責任があるのでニュースソースの女性の証人尋問とか事実関係に関する審議が行われるかもしれない。<laughs> で、えー、かもしれないっていうのはまた別の話なんでいつまたお話ししますが後でお話ししますけども。 えとその真実でないあることを立証できなかったとしてもねあの真実相当の根拠を持って真実だと信じていたということを認められたら、えー、記事は違法でも損害賠償責任までは負わなくてよいっていうこともありうるそうです。でこれがですねどのぐらい頑張って、えー、やっていたかっていうのがポイントになると。で松本さんがねそうするとしたらどのような場合でしょうかという質問があって。 金額はともかくですね、損害賠償が認められるラインを、つまり、5億、5億0 0 0万、とにかくそのえ、少しでも損害賠償が認められる、そこをですね、勝敗ラインだとしたら、えー、その、まあ、P 加害に関する具体的行為なり、具体的な出来事の重要部分に関する出版社側が一緒に失敗し、しかもですね、真実と信じた相当な根拠を認められないっていうところまでいけばですね、 勝つ、あのー、かなっていう感じで,で具体的には告発女性の発言内の信憑性が否定されるようになる場合ですっていうことなんですけどこれちょっと厳しいから5億とかうんぬんはちょっとさすがにないっていうことが案に言われてる気がしますねで今ちゃんと訴訟のねその裁判でそ,のそういう取り調べみたいなやつがね、あのー、行われるかどうかすら分かんないよって言ったらここなんですよこの記事なんですね これは元週刊文書の編集長の方が書かれた記事なんですけどもあのこの中で言ってるのが結構衝撃的だったんです以前にも取り上げたんですが今の裁判官はですねさっさと低コストで判決を出せというプレッシャーがかかっていてさっさと低コストで判決を出すと上司の覚えがめでたくて出世するんだそうですね。でこんな面倒く 弁当ちいですね。え、民事のこういう訴訟っていうのは、いちいちですね、裁判所でこういう薬やったりしないで、もう出てきたやつだけ見て、若いっつ若いして若いっって,言って <laughs>、若いして、もうこれで若い若いんを出してきて、それをね、飲まなかった方が負けるっていう <laughs>、そういう仕組みになってるっていう <laughs>、驚くべき事態ですね。そうなると、えっ、ー、と、予想されるのが、 松本記事のね主要な部分に対しては事実と認めるけどこういう使用抹のところが間違ってるから損害賠償120万円で手打ってみたいな若いんが裁判所から出てきて裁判裁判官から出てきてえでそ,んなそんな事実とは認められんっつって松本さんが蹴ると負けるっていう仕組みになる可能性が高いよっていうおーっえーみたいな感じですけどまあ裁判でそういうもんなんですよねそういうことなんだそうですこれは今まで私 あのいろんな記事見たけどそこには書かれてなかったことなんてとても大事なポイントかなと思いました。でこれがこの裁判を起こしたことの、うん、起こしたということ自体が持っているインパクトに関する記事です。えー、結構ですね、あのー、まあそうかなとは思いましたけどこれやばいなっていう感じの記事なんですね。これ日刊ですけど えー、テレビ局の松本人志離れが「週刊文春」5億円訴訟で急加速スポンサーが嫌悪番組中打ち切り続々っていうことで、えー、この裁判が起きたっていう起こしたっていうことで「うん、はい終わり」ってなってるって言うんですよね。これはえー、と問題です <laughs> っと大ていうかね裁判,裁判を起こす権利は誰だってあるんでね。 その権利を行使したらはい終わりってなってるっていうのが日本の仕組みらしいですね。怖いですけど確かに言われてみればそんな気もしますね。例えばだからさ、えー、家の近所になんか嫌な、え家例えば穴が例えばじないけどまあ、ゴミ溜めてる家があるとかさ、なんかヤバイもう崩れかけてる家があるとかっていたしましょう。それなんとかしたいなと思ってその家主をいきなり訴えたら。 多分ですね、地元地元でなんかこのすごい嫌がられる人になる恐れがありますね。そういう原理そういう原理がね、えー、このテレビ局でも働いてるみたいですね。でこの、えっと、キー局の民放キー局の編成関係者編成っていうのは番組作ったりね「そういうこういう番組で誰をみたいなことやる人ですよね。 それがねこんなこと言って裁判の行方とは関係なくテレビ局では活動休止を宣言する松本バレエの離れが急速に加速するっつって言ってて、えー、でその。 この文春サイド、このこの発言だからね、これも読もうかな、文春サイドも一連の記事には十分に繋があると思っていると、第2、第3裁判で新たな被害者要請を松本から受けた P 加害を赤裸々に語らせていますと、すでに7人もの被害者要請があられて、もうすでに今日もう2人増えたんで、えー、9人になりましたけども、裁判は確実に長期化するでしょうと。 仮に松本が裁判に勝ったとしても慰謝、えー、料や損害賠償額は民法上の範囲内億単位の筋なんておそらくなりませんがならないでしょうね。で、それ以上にまずスポンサーが嫌がりますということなんですね。で、別の、えー、例のですね、大晦日の特番「ダウンタウンドのガキの使いあらへんで絶対に笑ってはいけない」シリーズ、日本テレビ系の関係者っていう人がこう言ってます。ここれでで完全に打ち切りですよ <laughs> 裁判を起こしたら 裁判起こしたら番組打ち記にされるみたいですね。これやばいんですけど、でもそうなんですよね。日本における裁判の位置づけってのは。これはちょっと大変なことですよ。大変なことなんだけど、そうなんでしょうね。で、えー、まあだからこそ、こう、被害者が泣き寝入りするっていうことになる。その原理が、今度はこう、松本さんのに働いてるっていうことなんですよね。で、えっと、 まあ過去の作品はグループ会社のフールーってやつで視聴できるけど、新作はネットオリジナルバンクの場合としても、もう二度と作られることはないでしょう。ということで、そういうわけで、まあ、あの、これ、この裁判を起こしたということに、もうガキ使う、もう二度と見られないということになっているんです。もうついでに言われると、なんかこのダウンタウンの浜田さん、 が残ってるから、まあ一人でやるよっていう風な感じで言ってるらしいんですけど、えー、っと、鎌田さんにもいろいろね、いろいろあるんで、これからほじくり返されてくる可能性があるから、やっぱスポンサーとしてやっぱり嫌だから、さっさと打ち切りたいって本音では思ってるというようなことなんですよね。で、よくわかんないんですけど、<laughs> なんでそういう展開になるのかわかりませんが、えー、週刊文春ではない方の、文芸春秋の方の、 動画番組で三浦瑠麗様が我らがこの番組が大変お世話になっております。あの三浦瑠麗様がですね、えー、出演されていて、えー、この松本人志さんの報道についてお話になったそうでございます。何を言ったのかってうと、まあ、基本的に何も言ってないんですが、<笑><笑>えー、ちょっといろいろ面白いので、拝見しようと思いますが、記事をね、その何を言ってるのかというとですね、 えー、この報道に対して三浦さんはですね「私は松本人志さんとは何度も共演もしていて彼の番組に呼んでいただいたことも結構多くて」と関係性を明かしてですね「えー、私は彼とは別業界の人間なのでいわゆる芸能界の先輩後輩関係に縛られない立場なんですよ」ちゃんとここに「立場」が出てくるところが「えー、立場主義」っていう概念を提唱した私としては本当に嬉しいですけれども。 立場主義者ななんだなって思いますねでそれであのそこでその次でいきます。国際政治だとか政治学とか女性の視点とかそういうのを言うと割と伝わるなという印象がある。何のことなんだろうな。<laughs> 松本さんにっていうことかな。松本さんが、えー、国際政治の話とか政治学の話とか女性の視点とかの話をすると、えー、割と伝わるそうです。でえーでその 友達というのとは言うのはおこがましいんですが知り合いとして結構長くなりますねと。で今回の件については何かお話ありましたかっていうとそれはちょっと言えないというかあんまり言うべきではないのかなと思います。一応ここ敵人というか「週刊文春」とは違う媒体とはいえ文芸春秋を本社でやってるわけですからと、えー、言ったらしいんですけどね。何かあったんですねお話がね。 であのー、なんか言ったんでしょうね。でえー、でそこで,そのでこんなこと言ってる。ここは結構おかしい。一つ思うのが笑い界における王者に近年彼がなっていわゆる対等というと変ですけど人間同士として彼が話せる人がかなり少なくなってきたんだろうなっていう印象はある。で、えー まあ地上派を占拠しているのでその権力者だと最近見られ始めている。でこれらの点からですね他の芸人たちも何も言えない状況だった,のじゃないだったんじゃないかと。この次です王様になると必ずそうなって本人が望んだからそうなるわけじゃないですよねと擁護王様になると討ち取られるというのは太古の昔からそうってさ別に王様全員討ち取られてないですよもうね。<laughs> まあ まあでも、王様、権力があると、まあ狙われるのは、それはまあそうですけどね。王様になると討ち取られるというのは、太古の昔からそうってもさはい、んたは三浦節ですね。全開しております。正義というのは、常に時代によって中身が入れ替わる形で存在してきた。と、時代背景ワールド説明して何を言ってるのかな。まあ何でもいいや。<laughs> そういう記事が出ておりました。やっぱなんかぽっつぼですね。三浦さん、やっぱり何か。 私としてはこの記事非常に重要な記事だなというふうに思いました。えー、これ私も、えー、俳優に上納されかけたピーカ街を告発した元舞子、えー、これ何て読んだろうな入高清葉さんとお読みするそうですね。えー、これはあのー、松本一人志うでフラッシュバックっていうことなんですけども。 まずこの方はですね「その週刊文春」でかつてその、まあ、この舞妓さんってやつがどんだけとんでもない目に遭ってるかっていうことを告発されてですね結構衝撃がは走った方ですね、まあ、これはだからの、まあ、ツイッターとかで告発されたのをですね「週刊文春」が記事にしてるんですけども、えーまあ、未成年の舞妓さんにですね大量に印象させたり、えー、お客さんと混浴させたりとかでさらにはですねなんかあの、まあ、ちょっともう 恐ろしいいので調べてくださいちょっと口にできないぐらいとんでもないことがあるんですけども、えー、今回はねこれ京都のその花街の恐ろしいことではなくてそれをやめて、えー、と上京して銀座の、えー、京都から上京するって言ったら京都の人はぶち切れるんですけども京都から東京に下って <laughs> 銀座で働いてる時にえらい目に遭ったという話なんですね。でこれも,でも構造的にね何がすごいかなと思ったんだけど。 構造的にそっくりなんですよねあのお店の関係者の人から飲み会をしてるからこれ2018年末つい最近ですね、えー、飲み会をしてるから来てくれないかと連絡があって行くとですね20代後半の若手俳優さんが所有したテレビドラマの関係者が集まってるで俳優の横に座れと言われてですね、えー、その行く前にね「君は口が硬い人」って聞かれたとなぜわざわざそんなこと聞くのかなと。 思って、うん、ちょってて気持ちが悪いなってって隣に座るの断ったらしいんですね。でそしつこく勧められて仕方なくその横に座ったらいきなりですね肩を抱かれて引き寄せられたと。で,でシャンパンが抜かれてですね、えー、なんかその細巻き寿司でポッキーゲームってあのやばいやつねやらされて、えー。でいきなり顔を近づけてきて何かしようとしていく。 嫌がるるととですねすねんげー不思議芸になるとであんまり不機嫌になってきたんで、えー、別の席へ行きへって言われてなんとか無事に来たくできたと。ででもその、うん、雰囲気に合わせてそういうふうなことにこう持っていかれてる人もいたということなんですね。だからこういうことがですねそのやっぱりその芸能界では、えー 曲がり通っていいるというこ,とこの前これは今後は芸人ではなくね分かっ俳優さん芸能界ですけどそういう風な、うん、雰囲気っていうのがやっぱここにもまかり通っておるのだなということが明らかになったと思います。でまあその最初の話にもこれでもありますけどまあ吉本がですね方向転換した、えー、大きな理由っていうのがやっぱこの辺にあるのかなと思います。つまりこの根深い そういういものがです、ね、これまでは何の問題になってこなかったけれども、えー、2023年7月にです、ねえー、その刑法が改正されてです、ね、そのいわその一気に変わわったわけですよこれはさっきの,その木又さん、ね、あの元「週刊文春」の編集者だった方の記事の中に出てるんですけども、えー、とかつては、ね、あの暴行もしくは脅迫を用いること。 心身の障害を生じ,生じさせることアルコールもしくは薬物を摂取させること睡眠その他意識が明瞭でない状態にさせることがですね、えー、成立要件だったとところがですね、えー、そのこのこ5から8までが加えられたんだと不動意 P 抗剤ではねで何かというとこの同意しない意思を形成し表明しまたはそのいとまがないこと 6番「予想と異なる事態に直面させて恐怖させもしくは驚愕させること」。7番「虐、え、待、ー、に起因する心理的反,反応を生じさせること」。8番、えー「経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」。これらがあるとね、えー、アウトですよというふ変わったわけですよ。で こ,れこの基準に入っちゃうとですねの今まで、えー、やってきたことはえ,ー、えダメなんですかみたいなことになる人がいっぱいいるってことなんですねで,でその松本さんの例えば「週刊文春の」の1本目のケースだったら、えー、あれがまあ事実であればですねこ,この基準で言うともうアウトなんですよね完全にねそうすると、えー、不同意 P 講座になっちゃうんだけども えー、幸いなことにですねその法律というのはその事件が起きた時の法律でっていうことになってますから、えー、7年前かな、うん、それだったらですね8年前でしたっけねあのー、当時の法律なのでえっ、ー、とこれ政府なんですよ。だけどもし今だったらアウトなんですよ。でえー、だからあのー、まあ昔でよかったねよかったよかったという感じでえー むしろですね松本さんの方が「あ良かった」って「言、えー、っ」て「えーえーえー、っ」ていう感じのケースなわけです事実であればね。でそれをこの自分の方から裁判を起こしちゃったらですねあの裁判官とかの方は「そうだけどさ8年前の事件だからあなた大丈夫でも裁判を起こすかこれで」みたいな感じで「今がトラウトだよ」みたいな感じになっちゃうわけなんですよね。 でそこでそのでそのことに吉本工業様がですね、えー、途中で気が付いたということではないかと思うんですよね。それからもう一つうん調べたんじゃないですか、ね、少しね。だってその身内に吉あの後輩芸人がいっぱいいるわけですよね。でその中には喜んでやってた人もいるかもしれませんがいやいややってた人もいるわけですよね。 でそうい嫌う々や,や,やってる方が中におられたとしたら、えー、その洗いざらい少なくとも会社には喋るでしょうね。でこんなことさせられたんですよで私もやりましたからもう、えー、私も駄目ですけどでもこんなのやりたくてやったわけじゃなくってすごい圧力でやらされたんですよみたいなことをですねでこんなことがありましたこれも事実ですわみたいなことを、えー、これだけじゃないですよもっとすごいのがあるんだみたいなことをですね えー、ちゃんと調べれば吉本さんはですね、あのー、アクセスしやすいわけですよ「週刊文春」より「週刊文春」の取材ですって言ってあらゆざらゆるしゃべる吉本の芸人さんはいないと思いますけど吉本興業内部での調査であればですね、えー、ちゃんとしゃべる人は結構いるわけですよねでちょっとやったらえみたいなことになったっていう可能性もあるのかなっていう気はしますねでもしもそうだとするとこれがですね割とこう 素直に読めるわけですこれ、吉本興業の、えー、2024年1月24日に出たあのお知らせですね。えー、昨年以来、当初は所属タレントタレントするさまざまな報道にファンの皆様ん抱関係多く多大なご迷惑をかける仕事をまず心からお詫び申し上げますと、まあ、お詫びから始まっていて、コンパ、私的行為とはいえ、所属タレントらが関わったとされる会合に、 会合に参加された複数の女性が精神的苦痛をこう思っていたとされる旨の記事に接し当社としては真摯に対応すべき問題であると認識しておりますってお前急にえらい違いだな,いな <laughs> やっぱりちょっと聞いてみたんじゃないかなで実務コンでスとか言って蹴っ飛ばせるようなもんではないなこりゃみたいなことになったとしてかまあ思えないですよねで、えー、それでそのそれでまあだからこの この変化っていうのを理解しようと思ったら、やっぱり、ま、え、ず、ー、だから、環境が全く変わってるってことに気がついた。で、ちょっと調べてみたらやばかったっていう、まあ、こういうことがあればですね、だったら裁判にお付き合いできませんねっていうふうになったのも、まあ、わかるかなという気がいたします。で、当社はこれまでもコンプライアンスを徹底ガバナンスを、コンプライアンスとガバナンスを振り回す会社は、ろくな会社はないと思うんですけど、 えー、取りましたそれだけ昨,昨年7月以降、えー、っていうこれこの7月っていうのがねあのー、ちょっとポイントかなと思いますけどというのもですねその不動意 P 公罪が、えー、成立したのが 2, 2月ででその6月の15日かなんかまでに施行するってなってで7月にこれ制度改革してるので <laughs> や,やばいなってことになったりとかっていうせんでもないですね。でえー で社会有識を交じたガバナンス委員会複数の外部弁護士をコンプライアンスアドバイザーなどしてですね、えー、コンプライアンスの周知と呼びガバナンスの強化に努めてまいりましたって。で,、えー、で現在当社におきましてはコンプライアンスアドバイザーの助言などを受けながら外部弁護士を交えて当事者を含む関係者に聞き取り調査を行い事実関係を進めているところですとすぐにやらないといけなかったと思いますがようやくやったみたいですね。 でえー、でそれで、そのこう昨日ですね、えー、つまり23日に、ガ、えー、バナンス委員会をやったんだと。で、えー、でこれまでの経緯とです、ね、現状を報告したらです、ねえー、所属タレントが提訴した訴訟の経緯も注,目しつ注視しつつ、事実関係をしっかり行っ事実認識をしっかり行った上で、何らかの形で会社としての説明責任を果たす必要があると。 当初の当該事実は一切なくとの会社のコメントが世間の誤解を招き何を指しているのか不明確で混乱を招いたように思う時間がない中での対応とはいえ今後慎重に対応すべきである党の厳しいしる指摘を受けるとともに今後タレントのみならず全てのグループ会社を含めた当該当社社員に対しても改めて個人の尊厳に対する認識を高め日常におけるハラスメントを防止するための研修教育を実施していくなどの意見を受けたまりましたということで厳しい指摘を受けた。 で,で元ありって元ありって言ってるけどね当社におきましてはさまざまな多分サラんの面では重大な人権侵害であり到底許されもねいとの認識に基づき吉本興業グループ行動検証の中で人権の尊重法令の遵守は高け社員及び総属タレントに対して同検証の周知徹底を図ってきているところです。 今後、当社といたしましては引き続きコンプライアンスアドバンスの指導を受けながら事実に関する確認を進めその中でコンプライアンスの指導教育を行っていくとと,ともにガバナンス委員会からのご意見を等を踏まえて個人の尊厳人権の尊重という基本的な理念について改めて教育の場を設けハラスメント等に対する認識を高める支援研を実施してまいりたいと考えております。えー こういった取り組みを継続することでファンの皆様および関係先各国からの信頼を取り戻してまいりたいと存じますそれで何とぞご,ご,ご理解を賜りますようにお願い申し上げますということで、まあ、すでに信頼を失ったということを認めたっていうところが結構すごい大事なポイントだなと思うんですけども分かりましたかっていう感じなんですがでももちろん時代はまあそこまで来てるっていうことを私去年の12月から出た時からで、ね、これはえー 松本さん個人の問題じゃなくてもう吉本の問題ですよと吉本さんなんか分かってないんじゃないですかということをですね散々申し上げてまいりましたがえー、ようやく1ヶ月ぐらい経ってあれやっぱり叱られましたみたいな感じでですね <laughs> えらい叱られましてんっていう感じでですねあのお認めになったのは大変な進歩だと思いますが、えー、<laughs> すぐにか分からんかなみたいな感じで。 やっぱり分かってないなと思ってましたんですけどやっぱり分かってなかったんですよね。ちょって本当それ大問題だなと思いますけれどもそういうわけでですねあのだからさっきみたいな、えー、つまり、えー、環境の変化が認識できてなかったそれから、えー、ちょっと調べたらですねやばかったっていうようなことにうーん外部の方に叱られてようやく気が付いたと。 いううことのようですねだから裁判にもかん、えー、でないと単に利益相関の問題ではないと私は思いますねでもこれいつもいつもお目にかけているポジティブフィードバックのことですけれども何かというと、えー、物事がね、えー、一つ一つがバラバラになっている ABCDE というものがバラバラになっているのであれば別に何も起きないでこれが、ね、関係性が生まれてくるっと BA が B を強化するみたいなことになると A が増えると B が増えるという関係が起きます でもそれだけではですね A が増えたら B が増えるだけなんですがこれがどんどんつながっていって最後にね A が増えたら B が増えて B が増えたら C が増えて C が増えたら D が増えて D が増えたら E が増えて E が増えたら A が増えるみたいな関係になるとぐるぐる回りになってとんでもない変化が一気に起きていきますこれがポジティブフィードバックというものですこれは異常なこと珍しいことではなくって私たちの社会であるとかあるいは生態系 なんか普通に起きることなんですね。これがでもむしろ基本なんです。で松本さんが人気があったというのも大変な力を持っていたでもこのポジティブフィードバックがかなり有利なように作動していたからなんです。それがですね一気にプツッと切れちゃった。そうするとですねストーンと落ちるんですね。その過程が今まさに起きています。でそしてそれは吉本興業そのものにも起きている。そして芸能界全体に起きている。それが芸能界どころか。 えー、私たちの社会の中には,あのはびこっているですね、えー、女性というものに対する恐るべき暴力こういうもののですね埋め込まれた気持ちの悪いそして恐ろしい世界がですね今一気に崩れようとしています、まあ、その、えー、と一つの表現がここに現れている表現が現れているというか表現小表現であると吉本興業が急にですね「えすいませんあのちゃんと調べますんでいやこっちはいろいろ叱られて」みたいになってるっていうのはですね、えー でであるる法的措置を取るとか,からですねいなす,すいませんすいませんってなってるっていう変化は、まあ、そういう一気にこのポジティブフィードバックが起きてるっていうことの表現だなというふうに思うわけであります。でそういうことを知りたい方はですね、えー、ていうかそういうことを知っとかないと世の中というものですねちゃんと渡っていけないと思うんですけども全然習わないんですよね。なのでそういう方にはぜひこの「複雑さは生きる」を読んでいただきたいと。でこれは稲見書店から出たんですけども絶半になっていて清水さんと。 私がですね10時間の解説動画をつけたバージョンを、えー、3万8500円で現在販売しておりますそれにとは別に「複雑さは生きるバージョン2」として私がですね、えー、1人でこの本を語り直した2004年に出たものですかもう1020年の時を経て語り直した十数時間の動画と清水さんとそれについての動画を2本撮りさらに、えー、とお金と健康と「複雑さを生きる」という新たなおまけ動画をつけることにいたしましたこれが1月末まで えー、3万6000円という価格で販売されていてその後値上がりしてですね複雑さを生きるバージョン1と同じ値段になるとあるいはそれ以上になるということですので是非今のうちにお買い上げください買い方はこちらに出ておりますでこれ一とつき万歳のホームページの私のセクションから降りていっていただけると、えー、このでこれが出てきますのでこちらでお買い上げいただくことができます、えー、動画付きのバージョン動画じゃ本付いているバージョンが3万6000円で動画だけのバージョンは3万4000円となっております どうもありがとうございました。